はい、皆さんおはこんばんちは、ブンと申すものでございます。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド追加コンテンツ第2弾、英傑たちのバラット、英傑ダルケルのバラットの中の試練の一つ、ミノヒミカの祠に挑戦してみたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、お、なんか暑いぞ。暑い暑い、生足が出てるから暑いぞ。炎を遮るもの、しゃがんでいけんじゃね。おーし、いけた。いや、非常に暑いですね。ここもしゃがんでいけんじゃね。いけんのか。あっ、やられた。いきなりやられました。もう煙が出てる。なんだ、周り何がある、何があるんだ。ちょっとメタルロックで探してみよう。特にないな。マウンドキャッチでは赤く光るものはないか。ない。あ、これあれやん、爆弾で壊せる岩じゃねえか。ふい、ボーン、落ちました。よし、次は、あ、ここにあれがある、鉄のあれがある。よし、鉄の箱か。次はこれを壁にして炎を遮ればいけるはずだ。引っかかる、やばい、バーナーの噴出口に引っかかる。引っかかるぜ。もうちょっと下がって、よし、はい、カニ、はい、カニ歩きで、よし、はい、クリア。ちょっとなんか使えそうなんで、一応持っていくかな、向こうまで持っていくかな。あ、この下にもあるな。よっ、あ、落ちた。隙間が空いてたか。もう一度、もうちょっと横にずらして、違う違う、よし、この辺で、あ、いか、なんかちょっと危なっかしいな。もうちょっと、もうちょい右、よし、今度は慎重に、よし、お、炎のカーテン。でもこの鉄の箱があれば大丈夫。やっぱ2つ必要やな。2つ使うようになってるもんな、このスペースがな。ここまずこう綺麗に、これこう1つ目を土台にして、でこれで屋根を作ってやればいいんですよ。よっ、この半分ずらしてやればいいんじゃない。半分ずらせば半分の屋根ができるから。よっ。ああ、ひっくり返った。あ、ない、全部。全部 OK。そう。あ、あれは宝箱やな。この箱を使って、箱を沈めてやれば、橋ができるでしょう。沈んでいくなよ。止まってくれよ。ほら、いけるいける。そんなに深くはないマグマだまり。よし、ちょっと美しくないけど大丈夫でしょう。そう、いけるかな。お、よし、なんとか。なんだ、岩砕き。うん、まあいいか。さあ戻りましょう。次は何でしょう。また炎か。ん、あ、これあれや、ジョイコンのあのジャイロセンサー使われてな。ジョイコン動かしてこうね、なんか画面の中のもの動かすって面白いよね。周りは他には何もなさそうかな。
なんもないですね。ないですね。よし。おお、いきなり動き出した。いか。ちょっと、初期の位置が悪かったからやりにくいけど。あー、アイコンが逆向いた。アイコンじゃない。あの、ジョイコンが逆向いた。あ、そう、あ、そうだ、そうだ、これだ。この、こっち側の面を、あ、違う違う違う。あ、こっちでもいいや。こっち側の面を、あの、上にして、この上を歩いていけばいけるんじゃないか？違う、あ、やっぱり、難しい。違う違う。ちょ、思う方と逆に動く。違う。もうちょっと違う。右やって。違う？よし、よし、この辺か。この辺か。あれ、違う、逆、逆。もっと綺麗に美しく止めたいぜ。よし、ちょっと X、よし。よし。いけるでしょ。お、よし。いける、いける。おー、すごい。見晴らしがいい。おぉ。暑いねー。生足やしねー。お。はーい。はい、ということで、リノ・ヒミカの祠クリアでございます。これからもムンチャンチャンネルの応援よろしくお願いします。ほな、さいなら。